皆さん、こんにちは。ティンダーの脈はキングテクです。キングテクの社会、今日はヨーロッパとアフリカの関係性のお話をします。1881年、アレクサンドル2世暗殺事件が起きたそうですね。はい。大変なものですね。はい。1882年には、マフディ戦争、これイギリス、エジプトと保護国者イギリス、いろいろ戦争が起きてね、反乱を鎮め、植民地化したんです、スーダンを。1884年、アフリカ分割、これ、ベンギンの会議がきっかけだそうです。はい。1883年には、クラカタウ火山の噴火。これ驚きましたね。1988年にサッカーリーグが誕生したそうです。いやー驚きました。このリーグが世界に広まったそうです。エッフェル塔が1887年から889年ですね。これ人気の場所です。はい。アフリカ分割、これ分かったかな？ヨーロッパアフリカ分割したわけとは、奴隷貿易の廃止、宗教、キリスト教ですね、要は。探検、あとは資源の搾取。あとは新しい薬の発見、権力と名誉、いろいろね、強い軍隊、人種差別によっていろいろ変化してますね。というわけでヨーロッパとアフリカの関係性でした。いかがでしたか？バイバーイ。